野村古道作。銭形平次取物控え。色赤臭。ち変な噂はありますよ、親分ブン。古文の八五郎がまた何か嗅ぎつけてきた様子です。なんだ、また五本足の猫の子の見せ物じゃあるまいな。銭形平次は相変わらず、 白日の夢を追うように、縁側に流れていく、タバコの煙の末を眺めているのでした。江戸の4月、神田の柳も若葉に綴られて、どこからともなく、海洋グいスの声が聞こえます。そんなまぬけな、見せ物じゃありませんよ。今度のはお化けで。よせえ、い、バカバカしい。お化けとかまいたちは、箱根から東にはいないことになっているんで。 エイジはタバコの煙を払いでもするように大きく手を振りましたところが現に見たものが3人も5人もあるんだから面白いでしょ慌てたやつがいるんだね色模様の大赤州なんだそうで薄色の振り袖に成功の袴を履いて長いのをこう抱くように暗がりからすっと出てすっと消える見振りなんかしたってお前じゃ色赤衆には見えないよ そんなのは大方芝居の色子のひねたのが、影間の大戸島が道に迷ったんだろう。平時は窓で相手にしません。その化け物は、塀を起こしたり、生垣をくぐったり、若くて綺麗な娘のある家ばかり狙って歩くとしたら、どんなものでいガラッパチの八五郎は、そんなことを言いながら、何がい野号をなで回すのです。嫌な化け物だな。おもり、 粋な化け物じゃありませんね。野草二つこすえて、顎で舵を取りながら、町内中のいい心臓を襲って歩く恥五郎の方が、よっぽど粋なんだが。へ <laughs> う冗んでしょガラッパチはこんなことで、大敗北の退散をしてしまいました。銭形平次にとっては、見る目、かぐはなの大事な女子には違いありませんが、時々、いや、 十のうち八つ九つまでこんな多愛もないネタを持ってきて、平時にからかわれて帰る方が多かったのです。それから、幾日か経ちました。そう、大変。だから言わないこっちゃない。曲げっぷしを先に立てて飛んできたのは八五郎です。とうとう、大変が舞い込んできやがった。 ニオリアのおかんこが男をこしらえたって、俺のせいじゃないぜ、八。そんな話じゃありませんよ。この間の色若衆が、元飯田町で殺されているんだ。なんだとやり子なんかで疲れて、無関の対応会えない最後だ。今朝近所の衆が見つけて、大騒動ですよ。会えない最後と来やがったが、お前の話は近頃、三味線に乗るぜ。ところで、 尻尾を出ていなかったのが、平二は手早く支度を整えながら、相変わらず無駄を言っております。天道様にさらされても尻尾の出ないところを見ると、間違いもなく人間だが、その代わり男のくせにおしろいをつけていますよ。ええー、たしなみだ。どりゃ、行こうか、アジ。元飯田町の持ち抜き坂の中腹、武家屋敷と町屋と、 妙に入り組んだ路地の奥へ、八五郎は平次を誘い込んだのです。えい、やるなやるな、見せ物じゃねえ。そんなことを言いながら、やじ馬をかき分けていく八五郎。その後からついていく平次を見つけると、おや、ゼリガタの親分、えところへ。町役人が駆け寄ります。この辺りは、人の悪いは飯田町と言われて、 安子家人の多いところ、それが町屋と道を隔らて、軒を並べているだけに、町役人にとっては、誠に、扱い悪いところでもあったのです。現に、人一人殺されているのに、お台所町や小奈良坂の辻番からは、寄り着こうともせず、長坂の地震番と熊野木坂の町、町役人が立ち会って、とにかくにも、剣士を待っているありさまでした。 平次は一応の挨拶をして、変死体に近づきました。形ばかりのむしろを吐いで、目礼をした平次の目は、その異様な装束に釘付けになります。身元はわかっているのか見知り人が大勢あって、牛米古門内に住んでいられる三百国のお旗元、本田田四郎様の御舎弟、梅野城様と申すことですが、人をやって申し上げても、 覚えはないとおっしゃって、引き取ってくださいません。うん。当家の御舎邸梅の城は、一月前から旅へ出ている。とかいうお言葉で。かかり合いが面倒なのだろう。武家は白状だな。平次は、頷きます。その当時、むやみに加盟を重んじた武家方では、家来や家族に不所存なものがあって、それが、 うるさい問題になりそうになると、恩愛も人情も金繰り捨てて、当家にさようなものはござらぬ、と簡単に責任を回避するのが一つの例になっていたのです。困ったことで、兵士は町役人の愚痴を後ろに聞いて、その異様な変死体を調べ始めました。変死のいそうな人間は、年の頃、 二十歳にもなるでしょうか。それが、大前髪も変ですが、男のくせに薄化粧をして、口紅まで含んでいるのが、初夏の朝日に覆うところなく照らし出されて、グロテスクにさえ見えるのでした。女物を直したらしい、大振り袖の紫の汗ているのも浅ましい限りですが、成功の袴は血に浸って、 前半に刺した短いのはそのまま。細身の長い刀は、恋口でも切ることか、自分の体が芋刺しになっている草に、さえごと、二三元先へ放り出してあります。ええー、お父じゃないかハジ。ヘジは、くだらないことに感心しております。何ひら、梅の城といって、名題の色紙ですよ、芋刺しの草に。条約人は、 そっと囁くのでした。傷は下からぐさっと突き上げた胸の傷で、ほとんど背中へ突き抜けるほどの凄まじいもの。恐ろしい手際だ。この近所に槍のうまい人は、平次はあたりを見回しました。町役人たちがそれを迎えるように黙って顔を見合わせます。 このあたりは、おぶけのおしきの多いところで、槍の名人も数限りなくありますが、く約人の一人は、あたりをはばかるように言うのでした。何か、死災のありそうな口調です。はじ、へい。お前が言った色ゅうの化け物はこれに違いあるまいが、この色ゅうとか,かかり合いのあった家を、混んできてくれ。いずれ、二軒や三軒じゃあるまいが。 ヘジは、八五郎を帰り見ました。条約人を相手にしては、埒ちが開かないと思ったのでしょう。そんな女なら、わけはありませんよ。ちょいと待ってください。八五郎はそのまま、遠巻きにしている矢馬の中に吸い込まれていきます。条約人の手を借りて、なおも調べていくと、死骸には、突き傷の他に、打ち傷があり、腰から肩のあたりを、 よっぽどひどく打たれた様子です。内ち身の広いところは着物まで破れているが、ただ打たれたのでなくて突きのばされて倒れたのかもしれないな。平次は自分に言い聞かせるように独り言を言うのです。一応懐を見ましたが、銭などは百も持ってはいず、その代わり内部ところからずるずると引き出した。 複彩の中から出てきたのは十何本という帯たらしい手紙。その中には紅筆で心の丈を綴ったのもあり、天地べりの生めかしいの絵、夢のようなことを書いたのもありますが、ことごとくが若い女の書いた恋文ということがわかります。何です親分、それは。長役人たちも顔を持ってきました。 よくハゲたのや、武将ひげのや、虫食クイヤタのや、この長役人と称する人種は、土地や家作はたくさん持っているにしても、恋文などというものとは縁がなさそうです。みんな恋文だ。それを何にするんでまさか、七草にもなりやしめが、ただも、う温めていい心持ちになっていたんだろう。へ、え、い、え、恋文が、 音尺の代わりになろうなどとは、この人たちには永久にわかりそうもありません。そこへ、ガラッパチが飛んできました。大変ですよ。その得手者は、この町内だけでも噂の立ったのは、ざっと15、6人。名前を読み上げましょうかよせよ、殺生じゃないか。こんなのに因縁をつけられた女がかわいそうだ。すると、下手人は おいおいわかるだろう。ところで、死骸の会長にこれだけの手紙があったんだが。へえ、恐ろしい野郎ですね。ちょいと一本読ましてくださいな。八五郎は物欲しそうに手を出しました。よさないか。お立ち会いの衆が笑ってるぜ。女の子の手紙をもらったことがないようで、みっともない。平次は手紙の束をさっと自分の会長へ入れてしまいました。 これだけの騒ぎの中へ、武家屋敷から一人も顔を出しませんね。八五郎は、左手に軒を並べた武家屋敷を、違った世界でも見るように眺めております。かかり合いがうるさいんだろう。仮名のためには、自分のこの死骸さえも引き取らないじゃないか。ことに、年頃の娘を持つ親たちは、用心深く構えているよ。そのくせ、その娘たちが、 こんな得手者に引っ掛けられるのを知らずにいるんですね。町なや恥、じ。そういえば、左手の屋敷から人が出てきたようだ。そんなことを言っている平次の後ろへ、踊るような格好で近づいてきたのは、三十前後の下男風の男でした。厄介なことだが、お読む方。そういう声は、若々しくて爽やかでさえあるのですが、 振り返って声の主を見ると驚きました。これはまさに増加の神の気まぐれとでも言いましょうか。大慌てで鼻が曲がって唇は醜く引きつっている上、横幅の方が広いような体で念入りにびっこさえ引いているのです。お前さんは、この左側のお屋敷の奉向人だよ。ご浪人だね。 秋山伊織様とおっしゃるんだ。世にある時は猿大半のご重役であったが。そうだろうな。ど人にしても、これだけの屋敷に住んでいられるんだから。八五郎は相変わらず、遠慮のないところを突っ放すと、下男風な怪奇な男は、じろりと八五郎を見合って、頑固らしく口をつぐむのです。黙っていろよ、八。お前は口が過ぎていけない。 ところで、この死骸をお前さんは知っている様子だね。八丁嵐の今成平だ。知らなくってどうするものだ昨夜ここで殺されたことと思うが、何か変わった音でも聞かなかったかな知らないね。だが、親分。お前さんはここで殺されたと言ったが、私はそうじゃあるまいと思う。見るがいい。その怪しげな振り袖や袴は、 泥だらけだ。らけどっかで殺してここまで引っ張ってこなきゃそんなに汚れるものじゃないそれに死骸には内見があるということだが着物が破れるほどの内見は棒で殴ったくらいのことではつくものじゃないそれは石垣の上から突き落とされた傷じゃないのかゲノンこのグロテスクな男の頭のよさとその達弁は 驚くべきものでした。小ら坂の石垣の下に広く血がこぼれているのをお前さん方ご存知かええそれは本当か銭形平次もさすがに驚きましたこの怪奇な下男の目は平次の目の届かぬところまで知り尽くしているのです恥、ジ来い平次はその場を町役人に任まかして 下の指さす方にかけていきました「これはどら東大八」恥「粉枯れ坂のとある屋敷の横手ざっと2軒くらいある石垣の下に往来の土と石垣の裾を染めて少しばかり血の跡が初夏の激しい日に照らされて薄黒く変色しているのでした」ここに。 なんかあったんですね。八五郎の花は上等の猟犬のようにひくひくとうごめきます。血が少なすぎはしないかヘジは考え込んでおります。でも石垣にはひどいひっかきがありますよ。仰ぐと二犬ばかりの石垣は上からひどいひっかきがついて苔も枯れ草もむしれているのです。 血がこぼれたのでなくて、拭いたようになっているのはどういうわけだまっすぐでなくて、広く曲がっているのも気になるじゃないか。でも、石垣の上の金目石は、あの通り荒らされていますよ。かなり時代のついた石垣の上を、八五郎の不器用な指が刺すのです。この屋敷をお前知っているのがって言いますよ。かすが国之助様と呼んで。 大きい声じゃ言えませんがね。永井の貧乏旗本で。<laughs> 八五郎は首を縮めてぺろりと舌を出すのです。大きい声では言えないと断っているくせに、八五郎の声は町内中響き渡るほどのでっかいものでした。こら！石垣の上にぬっと出た大ハゲ頭は素晴らしい一括をくれました。 驚いて見上げる平次とガラッパチの頭上へ貧乏はたまととは何だプレモノ目まさに頭の上の大来名ですファイン聞こえましたねその方どもはどこの馬の骨だ成敗して使わすそこを動くな幸い二軒余りの石垣でそこを飛び降りる勇気がなかったものかどう用人は 門の方へ回った様子です。はじ、相手になるとうるさい。向こうへ行こうか。貧乏旗本の味噌摺用人と来た日には苦手だ。しばらくやり過ごしましょうか。飯田町はこれだから嫌いさ。八五郎も不足を言いながら、元の餅の木坂に取って返しました。そこには相変わらず、やじ馬がいっぱい。ちょうど、 見回り同心の石崎九馬が土地の御用聞き千吉と一緒にやってきて改めて検視が始まったところです。平次か、ちょうどいい。お前を予備にやろうとしていたところだよ。え、はい、すみません。少し他を調べておりました。困ったことに死体の引き取り人がないそうだな。引き取らなかったところで世間では知らずに済ますはずはありません。 馬鹿なことで平次はつい武家の家本位の考え方に対する日頃の反感をぶちまけるのでした石崎九馬これも武士の端くれの見回り同心は目を白黒しておりますところでこの傷は不思議ではないか平次。同心石崎久馬は色若衆の死体を調べながらその胸に受けた 凄まじい傷を指摘しました。だから突き上げた傷ですね。着物の裂け目と胸の傷との食い違いは大変じゃございませんか。五代を、傷の様子では槍らしいが、槍で人を突いて、どんな具合になれば、このような傷がつくだろう。高いところにいるのを下から突き上げたんでしょうね。本能寺の織田右大臣様に。 安田作兵衛が槍をつけたような具合だね石崎九馬はそんな気楽なことを言っておりますところで八お前に頼んだ調べはどうだ平次はさっきからそれを聞く暇がなかったのです手っ取り早く下手人を上げるためにはこの色ロ衆の関係したという女の名簿を調べるほかはありません 思いのほかですよ、親分。何が思いのほかだ。江戸中の女を女でぎりかと思ったら、それほどでもありませんね。お城までつけて歩くような化け物と年頃になるのは、よくよく慌て者だけで。で、何人ぐらいあるのだ。古いところを勘定すると、十人ぐらいはありますがね。新しいのだけでいいよ。飯田町の小料理屋で、月の家の女房おてつ。それから、 神楽坂の茶屋女でおまんそれっきりかまだ大変なのがありますよこの左手の屋敷浪人ながら裕福で聞こえた秋山伊織様の一人娘おゆり大きい声じゃ言えませんが本田梅之女は大した熱心だったそうでもっともこの秋山様の娘というのはきれいですよ八五郎の声は次第に小さくなりますが またさっきのへんてこな下男などに飛び出されてはかなわないと思ったのでしょうこれはこれは町方の五百人衆果たして門からまた怪奇な男が出てきました今度は異議を垂らしたつもりか異能年の短いのを一本刺して右手に金剛杖ほどの六尺棒まで持っております 聞けばそれなる顎の長い男が、ご島家五足場のことをかれこれ言ったようだが、ご島家五足場に限って、さようなことはないぞ。根も葉もないことを言いふらすとは、はなはだ迷惑をいたす。百目柄とは申しながら、少しはご身分のことも考えて、立ち入った詮索は無用にされるがよい。この段、主人に代わって、書くと申し入れる。 くそでもくらい。八五郎は半分口の中で応じました。相手は武家で、昔は身分のあったものかは知りませんが、町方役人もそうまで干渉される理由がなかったのです。なんと変な男は生きに立ちました。八、もうたくさんだ。他にもまだ調べることがあるじゃないか。 ヘイジはそれに立ち向かおうとするガラッパチを止めます。3。ファチ、その月の矢とかいうのへ行ってみようか。ヘイジは先に立って歩き出しました。こう行き詰まった事件を打開するためには、糸口を変えてたぐるほかはありません。 月の家ならすすぐそこですよ。現場は石崎久間と土地の下っ引きに任せて八五郎は平治の案内に立ちます坂を下りると飯田町通りでそこには安子家人の冷や飯食いや中間織助を相手の小料理屋が34軒薄暗くなる頃は棚先に引っ張りが白い首まで出して路地の一つ一つに陣を敷いているのでした ごめんよ。八五郎がとあるコロリアののれんを曲げ串でかき分けるように入ると。いらっしゃい。あら、兄さん。などと、お面かぶりに塗った子女が、一子同人の愛嬌を振りまきます。ええ、俺はここは初めてだぜ。兄さんなんて言ってもらいたくねえよ。ところで、大兄さんはいるかい八五郎はこう言いながら。 ちらと懐の実っをのぞかせるコツを知っていたのです。ああ、親分さん。こんなは慌てて飛び込みましたが、代わって出てきたのは二十六七のいい豊島。親分さん、どんな粗相いたしました。まあまあ、どうぞこちらへ。などと、どうせ奥へは通さない気でしょう。薄汚れた座布団を叩いて、 のまにをりす。じゃあごめんかもるぜ銭形の親分が少し聞きたいことがあるとよまあ銭形の親分さんがおてつは少し改まりました相当苦労もしたらしい女ですがこんなお大大小のにおいのする怪しげな小料理屋の女将にしておくには全く惜しい器量です 少し神経質な青白い顔、赤い唇が不思議にあだめいて、涼しい目が非凡な魅力でした。餅の木坂の人殺しの話は聞いているだろうな。兵士は八五郎をかきのけて女の前に立ちました。もとより入る意思なども想なく、できることなら簡単に拉致を開けたい様子です。ええー、聞きました。 殺されたのは、本田三四郎様のご射程、梅の城とか言うそうだが、お前も知っているだろう。世間の噂では、世間では何というか知りませんが、ここへもちょいちょいお見えになりました。こんな家業をしておりますから、客の襟好みも言っちゃおられません。おてつは妙にツンツンします。客にして悪いとは誰も言わない。世間の噂では、 お前と格別の仲だったというじゃないか。とんでもない、はんな色気違いと。おてつは激しく突っぱねました。で、そんなことから随分目の上を恨むものがないとは言えまい。その心当たりはないのか平時の調子は静かですが、日頃にも似ず積極的です。そいつは、俺が代わって挨拶しよう。 隣の部屋から声をかけて足でからかみを開けてスーッと入ってきたのは三十二歳のちょいと凄みの浪人者でした黙ってそれを迎えた平次銭形の親分らしくもねえおてつは返事に困って泣いているぜ持ってきた煙草本盆を敷居際に押しやると 自分はシュラ部の長いのを取り上げて、静かに一服吸い付けました。恐ろしく落ち着き払った態度です。ねえ、おい、銭形の親分。察しの通り、おてつもは昔は、あの色気違いの梅の字を大事な客と思って、ちよほやしたこともあるのさ。だが、あの柄じゃ、どうせ長く続くわけはねえ。 そのうちに、この俺というのができて、色吉は野郎は、七っぱいさ。敷居もまたがせはしない。恨みのあるのは、向こうの方で、こちらじゃないぜ。それでも攻め問われると、俺の名も出さなきゃなるまい。お手つにしてみれば。それが辛いから泣いてたんだよ。肝心の俺様が、隣の部屋に所を巻いて、掛け合いごと、 みんな聞いているんだ。そんなもんじゃないかねえ、ゼニガタの。恐ろしく砕けた浪人でした。ひげの跡の泡を落とした、精悍な感じのする男で、こんなのがいては、色若州の梅の城などは、寄せ付けなかったというのも、無理のないことです。お前さんはイジは、ようやく口を開きました。 この浪人者のぬけぬけとした態度や妙に砕けた物言いが相当平時の勘に触った様子です平田玄五郎というよこの裏に住んでいる浪人者だ梅野町を恨む者の心当たりはないと言われるいやそれは終わりだこの平田玄五郎ではないがこの町内だけでもあの色気違いを野良犬のようにぶち殺そうと 檻を狙っていい。るものははやでな例えばこの殻坂のくに国之けだあのくに国之けは秋山より殿の娘おどのと許いいけの間いだ嘘だと思ったら秋山家へ行ってずねるがよい拙者はな何を隠そう世にある頃は秋山伊織殿とはとは、 同伴のよしみでことごとく承知している。もっとも、向こうはそば用人、こちらはただのお勝ちと、千五百0石と五十石という、提灯と釣り金ほどの身分の違いはあった。が、何もかも知っていることに変わりはない。春日国之助は、名題の貧乏旗本だが、直参は間違いもなく直参だ。秋山殿が、 世にある頃から言い,い名付けであったが、秋山殿が長野追い玉になった上の難病で、祝言ものびのびになっている。そこを狙って、あの色気違いの梅野城が爪を研いたのだよ。秋山頼織殿が中風で身動きもならぬのをいいことにして、梅野城の野郎がしげしげと出入りしたことは誰とも知っている。平田源五郎の 毒を含んだ言葉は、なおも続きます。かすがクリノそれを黙っていられると思うかあの、狐の化けたような色ゅうが、ぬけぬけとした顔をして、秋山家に出入りするばかりでなく、近頃は、夜も昼も、あの堀の外、うろうろしているということだ。それだけでは、平津様、カスガ・クリノ様を、 疑うわけにはまいりませんが、兵士はようやく口を挟みました。この毒舌家は黙って聞いていれば何を言い出すか分かりません。それだけで、春日国之助を下手人とは拙者も言わない。が、あの死骸は槍でついたものだ。何かのはずみでのけざるところを下からいっぱいについたものに間違いあるまい。あれだけの敵は、 槍を取っては相当の腕前がなくてはかなうまい春日国之助は槍の名人だお分かりか平治親分それでもまだ腑に落ちないというならいやもうたくさんで平次は少しへきへきしましたこんな人格などというものを当の昔に破産してしまったらしい浪人者は人を陥れることなど 何とも思っていないでしょう。いや、こいつは聞いておく値打ちがあるぜ、ゼリガタの親分。親分は、粉から坂の勝ス家の貧乏屋敷を知っているかなエジは、うなずきました。あの屋敷の石垣の下に、おびたらしく血がこぼれていたはずだ。その上、石垣には、すさまじい引っかきのあったのを知っているかあの引っかきと、 血はどうしたことだ。言ってあげようかあれは春日国之助が本田梅の丞をおびき寄せ槍玉にあげて石垣から突き落としたのだ。その上死骸を引きずって秋山家の門前まで持って行って捨てている。オイル殿を失った春日国之助にとっては可愛さ余って理さが100倍だ。なんとかして。 秋山家にケチをつけようとたくらんだに違いあるまいどうだ銭形のこれだけ物事が見えると拙者もおがっ引きの仲間入りができるだろうはっはっはとってつけたように平田源五郎はからからと笑うのです大層な知恵を伺いましたがもう一つついでに伺いたいことがあります平は静かに、 下手に出ましたなんだい物事に表裏のないのがこの平田玄五郎の自慢だ。何なんだりと聞くがよい。他じゃございませんが、秋山様の九首はどなたでしょうそれから浪人なすったわけはどんなことでそいつは野暮だよ。浪人者に九州を聞くのは、新規召し抱えの時と限ったものだ。 浪人したわけは、この平田源五郎は、ほとん部来のためということだ。これでは、手のつけようがありません。秋山様、残赦の残言のためとでもしておけ。正直のところを言うと、殿があのおゆり殿を見そめて、おそばに召し出そうとしたの、秋山伊織殿が、ポンと蹴ったためだよ。 平治と八五郎はそこから神楽坂に向かいました。坂の中腹にある清水という茶屋の女。おなんと聞くと土地では知らないものもありません。あの、私は何んですが。裏口へ呼び出すと、色の白いぽちゃぽちゃしたのが妙に鼻にかかった作り声で出てきました。二十歳そこそこの若い女です。 女三四郎の母者亭、梅野城というのを知ってるだろうな。今度は八五郎がこの悩ましい相手を迎えました。知ってますわ。それが殺されたんだが、お前はどう思うさっきお店へ来た人から聞きましたよ。秋山様の門前でカエルのように下手わっていたんですってね。だらしがないじゃありませんか。で、下手人に、 心当たりはあるか五六十人くらい下手人らしいのがありそうよ。誰と誰とまず私と、デンちゃんと、月の家の女将と、平田玄武郎さんと。よさないかよ、バカバカし。い。おまんちゃん、知らない人が聞くと、本当にするじゃないの。家の中から怒鳴ったのは、勾いらしい、としまの声でした。大丈夫さ。 あの色気違いだって、日本雑しに違いないんだもの。女子供に退じられる化け物じゃありませんよ。おまんは。おまんはせせら笑っております。でんちゃんというのは私のいい人。ふん。でんじとかいう遊び人だろ。う。遊び人じゃありませんよ。れっきとした職人ですよ。家はどこだ近所ですけれども、行っても無駄よ。 でんちゃんは23日前から成田さまへお参りに行って明日でなきゃ帰らないはずですものこれでは手のつけようがありませんそのお天使は梅の女を恨んでいたというじゃないかえ,えええそれは恨んでいましたよでも槍でつくほどの肝っ玉はないから成田へ長福に行ったのかもしれませんよ梅野城の色気違いが 気が変になって死んだとでも言うなら、下手人は確かにデンちゃんよ。そりゃ、あの人と来たら、私のことで夢中なんですもの。え後ろの奉梅を帰り見てにっこりするのです。銭形平次が浪人者の平田玄五郎に舐められたように、この掛け合いは明らかに八五郎の負けでした。パチもういい加減にしろ。聞いちゃいられないじゃないか。 ええ、ガラッパチは不奨不奨にこの厄介な女を諦めましたそこから牛込御門を入ると右へ少し入ったところに問題の本田梅之丞の兄の家本田三四郎の屋敷がありますが「シ役に触るがじって鳥縄じゃここへは乗り込めない」「せめて辰の口へ手を回して」 あのおしろいをつけた色ばかしゅうのしたいだけでも、引き取らせたいものだな。そんなことを言いながら、横目で眺めて通るほかはありません。4。変なことになりましたよ、親分。三日目、ガラッパチの八五郎が、何がいやごを持ってきました。何が変なんだ ゼリガタ平士は少しばかり腐っていたのです。熊野木坂の色ゅう殺しが相当面白くないそうに見えましたが、かかり合いがことごとく日本差しで、しかもごミ分の方々では、どう尺に触っても、街方の御用聞きでは手が出ません。おし込ごめ御門内の本田三参というリャンコが、とうとうガって、あの死骸を引き取ったそうですよ。 昨日のそれも朝のうちに引き取ってしまえば、あの死骸を初人の見せ物にせずに済んだのに、くだらない見栄を張ったばかりに、おしろいまでつけて死んだ弟の死に恥を、江戸中にさらしたようなもので。死んだものはかわいそうだ。あんまり悪口は言わない方がいいぜ。そんなもんですかね。実はな、アジ。あの死骸をいつまで放っておく白状さが尺に触るがら、 俺はちょいと笹野の旦那に申し上げて、若年やり方のお耳へ入れてやったのだよ。えうわ、まねえ。それは、平治のやりそうもないことでした。が、考えようでは、それは平治のやりそうなことだったのかもしれません。辰野口から、組頭にお達しがあり、組頭から、田三四郎に、有無を言わさぬ、五段があったのさ。 なるほどね。そいつは、いい苦読でしたよ。ところで、もう一つ変なことがあるんで。なんだいもう一つというのは。その、田三四郎は、弟の恥さらしな死骸を、き取らされた腹いせに、粉から坂の旗本、春日国之助という人を訴えたそうですよ。うーん。弟の梅の城は、春日国之助に殺されたに違いないと。 そいつは厄介だな。で、どういうことになった平次は乗り出しました。まさに事件の新発展です。それには、生き証人がいるんですよ。誰だいそれは。あの、ヤクザ者みたいな、老人の、平田玄五郎ですよ。へえ、そいつは驚いたな。平田玄五郎は、あの前の晩、春日ガ国之助の屋敷の石垣の上から、 人の突き落とされたのを見たと読んだそうで。そして、身を潜めて様子を見ていると、かすが国之助が通用門から出てきて死骸を引きずって、餅ちの木坂の秋山家の門前に捨てた。と、こう訴えたんだそうですよ。そんな馬鹿なことが。親もうそう思いますか思わなくてどうするものが。本田梅之丞は、やっぱり秋山家の門前で殺されたに違いないよ。 それじゃあちょいと会ってもらいたい人はありますが何八五郎は妙なことを言って戸口へ戻りましたそこには誰やら若い女が立っておりますお嬢さん遠慮なさることはありませんよずいと通ってください親分もあんまり読んだから大丈夫ですよ しばらく入り口で躊躇した末、八五郎に促されて、大輪の白百合のような感じのする若い娘が、一人の君風と共に入ってきました。武家風の至って質素な身売りですが、その美しさは全く抜群です。江戸の武家屋敷に育って、滅多に外へも出ない人種のうちには、こういった浮世離れのした娘が、我々と 同じ大気を呼吸しているということが、妙に平時を興奮させます。初夏の明るい日光の中から、平時、住まいの段といった薄暗い部屋の中に入って、娘はしばらく視力を失ったのでしょう。決まり悪そうに、どこへともなく丁寧にお辞儀をしましたが、その上げた顔が、ふと、いらっしゃい。 気軽にタスキを取って挨拶する、平時の女房のおしずと会って、ほっとした様子になります。平時の恋女房から世話女房になりきったおしずですが、まだどこかに残る娘らしさが、この若いお客を安心させたのでしょう。おやうん。秋山より様のお嬢さんですがね、あしが餅の木坂へ行って、いろいろ聞き込んでいると、 秋山様お屋敷から出てきて、お前は銭形とやらの親分かとこう聞きなさるんで。こんな顎の長い平次があっていいものでしょうか。あしは銭形の親分じゃありませんが、銭形の親分にご用なら案内しましょう。あしの言うことなら、平治親分はどんなことでも聞いてくれますよ。と、恐ろしく安受け合いをしたんだね。 お小遣いをねだる時のことを考えたんで、へへ、呆れた野郎だ。するとお嬢さんは、銭形の親分は、江戸開封以来の取り物の名人で、義理人情の分かった方だというから、どうぞ私を連れて行ってくれ。降りてお願いしたいことがある。と、こうおっしゃるんで。八五郎が説明するうち、娘は畳に手をついて、消えも入りたい風情に書いております。 桜貝のような耳と長いまつげと、そしてほのかに青い真珠色の首筋が、この世のものとも思えぬ美しさです。それほどの男じゃございませんが、私にお頼みというのは、一体どんなことでしょう、お嬢さん。エジは膝を乗り出しました。相手の優れた気品に打たれて、一つこの娘の言い分を聞いた上、力になれるものなら、 精一杯のことをしてやろうと言った気になったのです。あの、春日栗之助様をお助けくださいまし。あの方は、本田様御社帝殺しとやらの恐ろしい疑いを受けて、ご謹慎中でございますが、言い訳が立たなければ、切腹を仰せつけられるかもしれぬと。四人、大川神左衛門様が、私どもへまで、 ご相談に参りました。春日様は、さような方ではございません。どうぞ、お助けくださいませ。娘は、秋山よりの息女、おゆり。まだ十八になったばかり、いいなづけの春日国之助を助けたさの、これが精一杯の努力だったのでしょう。消えもいりそうになりながら、その恥ずかしさと恐ろしさを征服して、 ようやくこう言い切ると、あとはさめざめと泣くのです。なるほど。よくわかりました。私の力で泳ぐことなら、随分これを追ってみましょう。が、ご存知の通り、私は待ち方の御用聞きで、オブゲ型の内間のこととなると、手を出せないどころでなく、口も聞けないようなありさまで、力こぶを入れたところで、どれほどのことができるかわかりません。 そこを何とかしようというのですから、これは並大抵ではございません。でも、確かな証拠さえ揃えば、筋道をたどって異分は通らないはずはないと思います。ついては、私からお聞きすることを、どんなことでもおっしゃってくださるでしょうな。え、それはもう。おゆりは顔を上げました。涙に濡れた方がによって、 黒く大きい瞳が非凡の魅力です。第一に、お父上伊織様には五秒中と聞きましたが、お家のこと万端はどなたがなさいます父は中風で身動きもなりません。母は早く亡くなりましたので、うちのことは私が万事をいたしておりますが、外のことは下男の平吉がいたしております。あの、背の低い、 大きな声の、さようでございます。怪奇な下男、平吉の姿を思い浮かべたか、お入りの唇は少しほころびました。かすが様とのおいなづけはいつから三年前からでございました。私はまだ十五の頃。おゆりがさすがに乙女らしく顔を伏せます。それがお父上、 週間五大転以来五病気で、祝言も伸び伸びになっていると聞きましたが。さようでございます。本田梅る城様とは前からのお近づきでい,いえ、この一年ほど前から和歌の先生のお宅で、折々お目にかかりましたが、近頃は父の見舞いやら、和歌の添削やらにこと寄せて、たびたび私どもへもお越しになりました。おいりは、 広く迷惑そうです。おい、ハチ、そこで口を開いて眺めているやつがあるか誰も聞くものはないか路地へ出て見張っていろ。エイジはいきなり部屋の隅っこで後期の目を光らせているハチ郎ロを決めつけました。へえ、まさかここまで入って水丹をたじぎするやつもないでしょハチゴロは動こうともしません。 盗み聞きじゃない口を開いて大平に聞いてるやつだっていい心掛けじゃないよすげねえね八五郎は慌てて飛び出しました自分がいてはおゆりの口が容易にほぐれないと気がついたのですが腰<の>を開けて外へ出て驚きました八五郎の姿を見て慌てて路地を飛び出した回帰なる後ろ姿があったのです 横幅の方が大きいような一寸帽子で、広いびっこ。秋山家の下男の平吉でなくて、誰であるものでしょう。体操な娘でしょう、親分。こいつらの付き合っている仲間には、あんなピカピカするのはありませんね。おゆりが帰ると、入れ替わって、路地の八五郎が引き上げてきました。それより思えば、 路地で何を見たあのへんてこなゲランですよ。お嬢さんの後、つけてきたんですね。心配してきたんだろう。ところで、あの娘が私へ丁寧に礼を言っていきましたが、かすが国之助を助けてやるとでも受け合ったんですか受け合ったわけじゃないが、本田梅之メを殺したのはかすが国之助ではないと言ってあったよ。父親は寝たっきりで、奉公人の他に頼るものがないとは。 かわいそうじゃないかそこを見込んであの色気違いがつけわしたんですね若い娘の口からでは言えないことばかりらしいが随分うるさく追い回したらしい二本差しのくせいろの用事にカゴつけて出入りした上ひぶみまでつけたそうだ日本一の色男のきれい色から助からないそのくせ死骸の海中から出たあの娘の恋文というのは偽物で 梅の城が自分で書いて人に見せびらかしたものらしいよ。そんなきれいるからかくだしになったんでしょうよ。ところで、下手人の心当たりはどうですまだわからないよ。もう一度、飯田町へ行ってみようか、八。平次と八五郎はもう一度、飯田町へ行ってみる気になりました。あれからもう、三日経っておりますが、 現場をうろうろしたら何か新しい証拠が手に入らないものでもあるまいと思ったのです第一番に行ったのは小から坂の春日栗之助の屋敷でした旗本は旗本に違いありませんがこの辺に住んでいるのは軒並み恐ろしい貧乏でおかって回るとまことに惨憺たる浮世工事です ごめんください。誰じゃぬっと顔を出したのは、思いきや、あのやかましそうな牢用人の大川人左衛門ではありませんか。少々、物を伺いますが。お前は町方の御用を承る平治と申すもので、銭方平治は、メガネ越しにじろりと睨まれて、丁寧に小腰をかがめました。おう。 銭形の親分か、良いところへ来てくれた。実はな、秋山様のお嬢様からも、お前のことは聞きましたよ。打って変わっての、丁寧な扱いです。おそらいります。さあ、こちらへどうぞ。連れの方は何八五郎殿。古文集じゃな。良いとも。さあ、さあ、どうぞ。恐ろしく丁寧に通したのが、 ご用人自身の部屋らしい、お勝手に近い八女。この通り、無人でな、ろくな茶もあげられない。よく来てくれた。これよ、お松、お茶だ。いや、もう、お構いくださるのように。ところで、ご用人。平次は、大川人衛門の手を叩くのを止めて、膝を進めました。女三四郎殿は、 名門の御一族で、お高も三千悟空。ご一門には、大目付もあれば、若年寄りもある。その、本田三四郎殿が、無理に御社帝梅之女様の、恥さらしな死骸を引き取らせられたのを恨み、それを御当家の差し金と思い込んで、抗議へ訴訟に及んだのじゃ。梅之女殿を殺したのは、当家の主人。 カスがクリノスケに添いない。とな。証拠はたくさんある。粉から坂、当家屋敷下の血の跡と、石垣の引っ掛き、その他、生き証人として、平田玄五郎なる者が名乗ってきている。さような馬鹿げたことはないのだが、証拠が揃っては、もはや、言いとく道はない。それは、お気の毒様ですが、 だが、このままお仕置きを受けては、ご先祖様へもご不幸。なんとか言いとくすべもあろうかと、押して、おめつけに訴訟を申し上げたところ、それでは、採用のお取り調べをいたそうということとなり、本日、羊の国頃、おめつけ、椎名大海の神様直々に、ご見聞のことと相なった。これは前例のないことだが、 春日家ご先祖のお手柄に免じて、格別のおさだと承る。どう、容認は絶望的な眉を垂れるのです。再三の見分があったところで、生き人まであっては、主人の命を救うよしもあるまいと思ったのでしょう。それはさぞ、ご心配でございましょう。私にもこれぞと思すほどの手立てはございませんが。 できるだけのことはいたしてみせます。あまり力落としをなさいませんように。かたしけない、平地の。主人は謹慎中でお会いできないが、頼みまするぞ、この通り。いや、とんでもない。おがんじゃ困ります。平地は一国もらしい老用人が、畳に額をずめるのを、どんなに骨を折って止めたことでしょう。 それからたたった一刻この切り詰めた時間に平次の活動は猛烈を極めますまず秋山家へ行っておゆりを通じて無理に主人秋山伊織に会わせてもらいました伊は病床中で話もはかばかしくはできない有りですがそれでも娘おゆりの努力でこれだけのことは聞き出せたのです 平田玄五郎と秋山よりは同伴ですが、肌合いが違っていいのであまり交渉はなく、平田玄五郎の長野糸間になったのは、武士としてあるまじき不心へのことがあったため、と秋山よりは言います。どんな不正か、それはこの事件に関係もなく、かつ人の火をあげるようだから、と、それは打ち明けません。秋山よりが、 主家を退転したのは、全く主君何がしの神の色好みから起こったことで、すでに春日栗之助という言い名付けのあるお入りを、そば近く差し出せという無法な命令があったのを、秋山より一言のもとに断ったために、逆に主家を退転するに至るまで、君臣の間は急速度に疎閣していったというのです。平田玄五郎は、 その後、主家帰産を願い、猛運動をしているという噂もありました。一度ならず、二度、三度も、お入りを主君のおそばに差し出すようにと、秋山よりへ、つけつけ中国に来たこともありますが、それは剣もほろろに追い返したということでした。多分、平田玄五郎は、お入りを主君のそばに差し出すのを手柄に、 自分の帰産を願っているのでしょう。五。飯田町の月野屋へ行くと、幸いこの日は平田源五郎はいず。あの晩本当に平田源五郎はこの家に泊まったのか、鹿としたことを聞きたい。平次は、 今更らしく、こんなことを尋ねたのです。えお泊りでした女房のお鉄は、伝い、妙に警戒的でした。餅の木坂の本田梅の城殺しが、まだ下手人がわからないのだ。平田源五郎はまさか、そっとここを抜け出すようなことはなかったろうな。それは、罠でした。 平治にとっては一生に一度の罠だったのでしょう。そんなことがあるものですか。平津さんはいつものように、無残にいらして、すっかり酔って、四つにはお休みになったんですもの。明る日の昼前までは、どこへも行きやしませんよ。本当かええ。うちの女たちはみんな知っていますよ。一人一人、聞いてごらんなさい。 兵士は、閉めたと思いました。それから、月の屋にいる限りの女ども、五人の言い分を聞いて、八五郎を行き商人に、餅の木坂を駆け上ったのは、もう、おめつけ衆の見分が来るという、八つ、二時ギリギリです。八、驚くなよ。向こうから、おめつけの椎名大見の神様が見えるじゃないか。こうなるば、 いちかばちかだ。何をやらかすんで最愛笹野様がお供をしているようだ直訴とやらかすぜ親分大丈夫ですか八五郎が止める暇もありませんでした春日国之助屋敷へ乗り込んできたお目付椎名近江守行列の真ん前に銭形平次まっすぐに飛び出したのです恐れながら申し上げます これこれ差し越し訴えは相ならぬぞ下がれ下がれそれと取り巻く足軽の六尺棒の中に、平次は遅れた色もなく、小腰をかがめたまま、つ、つ、つっと進んだのです。怪しいものではございません。町方の御用を承る平次と申すものでございます。ささのさま、気球の場合、手順を踏むことも、 愛、はい、なりかねました。お取り次ぎを願います。平治の声は、県政にもめげず、威圧にも屈せず、凛として椎名・大見の守に訴えながら、一方、笹野慎三郎の注意を促すのです。笹野慎三郎は、巻き羽織の裾を下ろして、お目付椎名・大見の守の籠そばに進むと、何やら、 小声に申し入れました。しばらくは、よどむ行列。後ろの方からは、当日の生き証人でついてきた平田玄五郎が、義グの目を走らせております。兵士、乱暴なことをするではないか。笹野新三郎は、籠を離れて、兵士の方に近づきました。笹野旦那、 お許しを願います。こうしなきゃ、間に合わなかったのでございます。カスが国ニスケ様に腹を切らせてから、本当の下手人をあげたんじゃ、おっつきません。誰が一体、本当の下手人だというのだ。お聞きください、笹野様。平次はようやく、自分の思う壺に引き入れると、落ち着き払って、時進みます。 カスガ・クリノ様が、本田梅ウメ様を殺した現場を見たと名乗ったものが、あの石垣の上から槍で突き落としたと申したそうでございますが、石垣の上から突き落とした傷なら、下向きにつくはずでございます。ところが、死骸の傷は、下から突き上げたように、広く、上向きになっておりました。平時の態度の真剣さに引きずられたように、 シーナ大見の神は草履を呼んで、籠を立ち入れると、平地の刺した石垣の上を仰いでおります。それに、あの石垣の焦げについた柿むしりの跡はどうでございましょうあれは上から人を突き落としたときついた跡ではなくて、下から熊手のようなもので引っかいてこしらえた跡に違いございません。 上から突き落としたときついた引っかきは、五本も六本も行儀よく揃って、あんな具合にくねくねと曲がってつくものでしょうか。いかにも。それから。笹の慎三郎は、そわから相づちを打ってくれました。往来の地も、あくる朝、見に参りましたが、ほんのおまじないほどで、それも、 雑巾でなすったようになっておりました。ここで人が突き殺されたのなら、あんな馬鹿なことがあるものでしょうか。それに、平次は、シ名ナ・オの神の行列をずっと見渡しながら続けました。あの晩、それを見極めて、春日国之助様が通用門から出て、死骸を秋山様の門外まで、 気っていくのまで突き止めたという意気承認は実は飯田町の小料理や月の屋というのに泊まって酔いから明る日の朝まで一寸も外へ出ないと五輪の女が申し立てております嘘だ嘘だ何と言ってタらメだこら平地行列から飛び出して 平次に掴かみかかろうとした平田玄五郎は。無礼者、静かにせい。椎名大の神の手が上がると、五六人の武士に取り囲まれて、無念の歯みをするばかりです。平次、かすが国之助殿の潔白はそれで相分かったが、本田梅之丞殿をあやめた下手人は何者だ。それが分からぬうちは、 笹野慎三郎は、お目付、椎名大見みの,の方を見るのです。このままでは、全く引っ込みがつきません。それも、大方はい分がっております。こう、おいでくださいますように。平次は先に立って、道を引っ返すと、持ちのき坂の方へ行きました。大丈夫ですか、親分。 八五郎はそっと囁きます。はだ、おぼつかない気がすんのです。いいってことよ。先の先までは、俺にだってわかるものが、こうなれば勘に頼って、とことんまで行くんだ。え驚いたね。八五郎の驚く暇もなく、ものものしい一行は、秋山よりの門外、いや、色若衆の死骸のあった場所に、 立っておりました。本田梅之城の死骸のあったのは、ちょうど、このあたりでございました。平時は、乾いた土の上へ、縁日の歯磨き売りのように、芝切れで小さい輪を描きながら続けます。梅之城様の死体のお召し物を、ことに、肩のあたりは泥にまみれて破れ、体にも、 ひどい傷がついておりました秋山家の下男平吉と生き人の平田源五郎は粉から坂から死体を引きずってきたためだと申しましたがそれは間違いでなければ嘘で死にきってからついた傷があんなに腫れたり紫色になったりするはずはございません平治は静かに解き進みましたもはや大満足の地震に立って 貧乏揺るぎもせぬ姿です。着物の破れ目も引きずったためにできたものでなく、上から突き落とされた弾みにできたものでございます。粉から坂からここまで引きずってきたものなら、肩一箇所だけに泥や破れがあるのは受け取り兼ねることでございます。が、最初死体を見たときは差し触りがあって私は申しませんでした。 余計なことを言いすぎると、下手人は用心をして、何か再興するだろうと思ったからでございます。すると、梅野城様は、どこから突き落とされたと申すのだ。笹野新三郎は口を入れました。この、塀の上からでございます。平次はいきなり、秋山家の、 厳重な板兵を仰ぐのでした。証拠はたくさんございます。兵には、かすかな這い上がった時の足の跡があり、中から差し出た桜の小枝が折れております。すると、梅之丞殿が兵の上へ登ったところ、後ろから槍で着いたと申すのか。いえ、傷は前でございます。こう。 おいでくださいまし。先国秋山様には、お許しをいただいておきました。平次は、案内顔に、秋山家の門を入ると、ぐるりと回って、梅の城が塀を這い上がった、ちょうど裏のあたりへ来たのです。それを遥かの方から、黙って睨んでいるのは、大気な下男の平吉ですが、主人の許しを受けたという平次の言葉と、 相手が、おめつけ、シーナ大海の神とわかっているので、尺に触りながらも、とがめ立てもならぬ様子です。ご覧の通り、板塀の内側は、よく洗い清められておりますが、木目の間に何やら滲んでおります。それから、足元の草が丁寧に刈られて、少し平際の土を返してあるのは、 どうしたことでございましょう指導。血<だ>現あられた、兵のモ目を見ていた、笹野の新三郎ブロが、いきなりこう言いました。さようでございます。たしかに、血に違がありません。本田梅の女ょは、兵を乗り越えて、こっちへとびおりようとしたところ、下からてありでつきあげられ、そのまま、あおむけざまに 往来へ落ちたのでございます。あまりにも、予想外な言葉に、しばらくは皆々、顔を見合わせるばかりでした。かすが国之助様は、総術名誉の腕前と受けたまわっております。おしろいをつけた、女あさりをする、野良くら者を、そんな卑怯な手段で、殺すはずはございません。平時は、 格といい切のです。下手人は誰だ笹野新三郎は尋ねます。野院に兵を越して忍び込むくせ者。相手の差別をする糸間がございましょうかちから突き落として何の死災がございましょう。平次は公然としてこう言い放ったのです。まさに理の当然です。 もうよい先い議もこれまでじゃ笹の氏平治とやらご苦労であった椎名近江神は丁寧に挨拶して引き上げてしまいましたそれに続いて笹の新三郎これは町方の手に移された浪人平田源五郎を引っ立てさせます親分こいつは よっぽど変ですね。何が変なんだ下手人は一体誰ですガラッパチの花はきな臭く動きます。引き合わせよ。こっちへ来るがいい。平次は先に立って、秋山家の下南部屋へ参りました。おい、いるかい平吉。外から声をかけて、静かに戸を開けると、中からむっと血の匂い。 しまった。この時下男の平吉は刃に伏して事切れていたのです変な下男がやっぱり下手人だったんですねその帰りガラッパちはこう水を向けましたあの下男にとってはお嬢様神様とも 仏様とも言いようのない大事なものだったのさ。その上、うるさく付きまとう化け狐のような色若衆が憎くてたまらなかったんだろう。増長して、兵を越して、忍び込むのを見ると、我慢ができなくなって、槍で突き落としたのだ。ええそれだけなら勘弁できるが、その後が悪かった。あのお嬢さんを嫁にする、 カスがクニノまでが憎くってならなかった。血を雑巾か何かに浸して、粉から坂のカスガ亭下になすったり、石垣を熊手か何かで引っかいて、あわよくばカスがクニノを武術の罪に陥れ、自分はいつまでも綺麗なお嬢さんと同じ屋根の下に住んでいたいと思ったのだろう。八五郎も黙ってしまいました。 それを限らした平田源五郎は、カスガ国の助を自滅させて、お入りを何とかして、殿様の瞳悟空にあげ、それを手柄に、さんの願いを叶えてもらおうと思ったんだろう。悪いのは、あの平田という侍だ。本田三四郎とかいう旗本だって、随分嫌なやつじゃありませんか。大きな声じゃ言えないが、それくらい大きな声ならたくさんだ。 牛米見つけの本だけまで聞こえるよ。へん、その木で張り上げているんだい。バカだな。ようやく、この、バカだな、が、平時の口から出ました。緊張がほぐれて、江戸の町の夕景を眺めながら、初夏の大気を胸いっぱい吸うのは、なんとも言えません。女が良すぎて、 長さしたんだね。八五郎は秋山家を振り返ってつくづくそう言うのです。